青年時のコレリの肖像アルカンジェロコレリは、イタリアの作曲家、バイオリニスト。性は、コレルリ、コレルリ、コレリとも書かれる。1653年に生まれたアルカンジェロコレリは、アレッサンドロ・スカルラッティより7年、アントニオ・ビバルディより25年、ジョージ・フレデリック・ヘンデルより32年年長にあたる。合奏競争曲、トリオ・ソナタ、バイオリン・ソナタで知られる。 コレッリは、フジニャーノで生まれたこと以外、若い頃のことは知られておらず、13歳で、ボローニャに出てくる、以前のことは、あまりわかっていない。コレッリの経歴が明確になるのは、17歳で、アカデミア・フィラルモニカの会員となってからのことである。コレッリの家系についてもあまり多くのことは知られていないが、善にも強くはあるにも強い個性的な血族であった、ようである。 これ、コレッリが生まれる20年前、一族のルドルフは、町の暴動の首謀者になった角で処刑されたが、同じ一族から、僧侶、法律家、医学者、詩人などが排出している。これ、リが生まれる、数週間前に、同盟の父が亡くなっていたため、これ、リは、母の実家で兄弟と共に育てられた。幼少時は、ファエンツワの教会で教育を受けたと見られている。 その後ウーゴに渡り、1666年に当時、イタリアの気学音楽発展の最大の拠点であった、ボローニャに出て、ここでベンベヌーティにバイオリン奏法を学び、さらに、ブルノーニについて、音楽家として体制した。彼のバイオリンの詩は、ジョバンニ・バッティスタ・バッサーニという人物であったとされるが、これも、伝聞情報の息を出るものではなく、いかなる教育で、 彼が育ったのかも不明である。有名な教皇の礼拝堂付き歌手であったマッテオ、シモネッリが彼に作曲を教えた。コレッリの初期の作品では、自らフジニャーの生まれで、ボローニャの人と呼ばれるアルカンジェロ・コレッリと名乗っているが、彼が確実にボローニャに滞在したのは1666年から1670年までの4年間のようである。 これより最初の大きな成功は19歳の時にパリで得たもので、これによって彼はヨーロッパでの評判を得た。22歳の年、1675年に彼はローマに出てサンルイジデーフランチェージ教会でバイオリン奏者の地位に就いた。1679年、26歳の時に彼はローマのカプラニカ劇場で友人のパスクイーニの歌劇、ギムとアイ 自費のオーケストラを指揮した。フランスのラゲネは、この時、私は、ローマで、コレリ、パスクイーニ、ガエターニーの3人が、同じオペラで共演するのを聞いたが、この人たちはそれぞれバイオリン、チェンバロ、テオルボにかけては、世界の第一人者である。その上、この人たちは1ヶ月か1ヶ月半の間に、300から400ピストーラも稼ぐと、 最大限の惨時で感想を記した。その後、これ、には、パリからドイツへ移った。1681年には彼は、バイエルに選定校の下で勤めていた。この前後1680年から1685年の、相場、彼は、多くの時間を、友人のクリスティアーノ・ファリネリリで過ごしていた。この時期が最も脂が乗り、1681年の、 作品1、鳥居をそなた衆を皮切りに、作品番号を記した代表作を世に放ち、気楽曲の作曲家としての名声を高めていった。1685年には、コレッリは、ローマにおり、そこで、スウェーデン女王、クリスティーナのための祭典での音楽公演を指揮し、またピエトロ・オット・ボーに数奇教の長身であった。 1689年から1690年にかけてはモデナに滞在し、モデナ公はコレッリに対して寛大であった。1700年にローマで作品後バイオリンソナタ州を出版する。この作品集はヨーロッパ中の宮廷で評判となり、幾度も再販や再出版が重ねられるベストセラーとなった。1708年に彼は ローマに戻り音楽活動からの引退を宣言し、以後オットボーに数奇教の邸宅で暮らした。同年には、国王の招きでナポリを訪れている。1713年に、コレッリが59歳で亡くなった時、彼は12万マルクもの大金と、ブリューゲルやプンサンなど貴重な絵画のコレクションとチェンバロ、1、バイオリン2、チェロ1、コントラバス1を有しており、 楽しみといえば、贅沢をすることのみであった。彼は、自分の講演者と、召使い、友人に遺産を譲ったが、友人は、寛大にもその財産をコレッリの親類に変換した。コレッリは、ローマのパンテオンに埋葬された。コレッリによって生み出され、その弟子たちによって守られてきた。演奏形式は、バイオリン演奏の発展の中心となる重要性を、持っていたが、 これ、リは、自身の楽器演奏能力のうち、ほんの限定された一部しか用いなかった。このことは、彼の著作からも見て取れる。作品6から1の、第3楽章のような旧楽章の中でも、バイオリンのパートは、第4ポジションの最高音である。最高音源の方により上に行くことがないのである。一説によると、これ、リは、ヘンデルのオラトリオ、 字と悟りの勝利の序曲におけるアルティッシモの異音にまで及ぶ学説を演奏することを拒み、作曲者がその音を演奏した時に、技術を誇示するためだけにこんな音を弾かせるとはと、痛烈な批判を浴びせたという。しかしながら、コレッリの器学の作曲は、室内学の歴史に一新起源を隠し、ジュゼッペ・トレリ、トマゾ、アルビノーニ、 アントニオ・ビバルディはそれぞれコレッリのスタイルのトリオ・ソナタ州を諸女作品集として出版しており、コレッリの作品後に次いでヨーロッパのベストセラーとなったビバルディの作品三調和の霊感もコレッリの作曲スタイルを受け継いでいる。彼の影響力は自分の国の中にとどまらず、ヨハン・ゼバスティアン・バッハはコレッリの作品を研究し、 コレッリの作品さんの主題に基づきオルガンのためのフーガビー WV579 を作曲した。またコレッリはジョージ・フレデリック・ヘンデルに最も影響を与えた人物でもある。ローマの音楽界は多くをコレッリに追っている。彼は貴族社会の最上位に受け入れられ、長期にわたってオットボーに数ー教の邸宅で行われる。 巧妙な月曜演奏会を主催していた。存命時に名声を誇っていたビバルディは、オーストリア継承戦争の最中のウィーンで死去した、性もあり、死後休息に忘れられたが、これ、りは、パトロンの庇護もあり、そうではなかった。作品番号の記された作品は、バイオリンの教育の現場で使われ続け、新古典主義時代にはビバルディよりも、はるかに名声が保たれていた。 彼の痕跡は、セルゲイラ・フマニノフの、コレッリの主題による、変奏曲、八村義夫の、ラフォリアにも現れている。コレッリの作品は、旋律の美しい流れと伴奏パートの丁寧な、扱いが、特徴的であり、それゆえコレッリが古風な対位法の厳格な規則から、自由であったと言われるのも最もなことである。また、死後出版の作品集の中にある、 トランペットソナタが彼の唯一の感覚器のための作品で、その他の曲はすべて弦楽器と通奏低音のためのものである。これ、理の様式はすでに先方のための弦楽対法ではなく、調整のための対法のいくつかの特質が現れている。48曲のトリオソナタとバイオリンと、 通奏低音のための12曲のそなた並びに12の合奏競争曲が名高く、出版された作品のうち、作品1から作品6までがすべて器楽曲である。中でも、最も有名なのは、バイオリンとビオローネ、または、シェンバローのためのそなた作品語である。西洋では、これ、りの合奏競争曲がしばしば人気であり、例えば、 クリスマス競争曲作品6から8の一部が映画マスターコマンダーのサウンドトラックとして利用されている。また小説コレリ対のマンドリンにもしばしばコレッリのことが話題にされている。コレッリの全作品は CD でも12枚程度と極めて少なく多くの作品を破棄したと考えられているがことの真相は不明のままである。 最有利季節は、パトロンが、作品の遂行を許し、納得がいくまで書き直しできる環境を与えたと、されているが、彼の書式の密度の高さを考えるとありえない、話ではない。コレッリから言葉ンク1708年に、コレッリ死亡の誤法が流れると、デュッセルドルフに宮廷を持つ、選定公ヨハンビルヘルムは、低調な長寿を送った。コレッリが、 病のために、公衆の面前に現れなくなるのは2年後の1710年で、ある。特に重要なバイオリンは19世紀初めに、行方不明になっている。1708年初演、ローマ、投稿者アカウント名は、ミュージカルとストリングスとなっているが、事実上、当該指揮者の公式アカウントとして運用されている。模様、ミュージカルとストリングスユーザーページ。ありがとうございます。